します。暴君トータクの死後、彼が遷都した長安は混乱を極めた。漢の検定は難を逃れるべく洛陽への脱出を図る。だが各地の諸侯たちが長安に押し寄せ、帝の行く手を阻んだ。ある者はその権威を得るため、ある者は己の野心の駒とするため、この様子を苦々しく見ていた人物がいた。学者西洋とその娘西文姬である。西洋は検定の姿を董卓に連行された若き自分に重ねていた。もう乱世に翻弄される者は誰一人見たくはない。不死の悲痛な旋律が長安にこだまする。陛下はご無事でしょうか。心配です。陛下はご意向を董卓に利用され、董卓亡き今は諸侯に恩味を狙われている。早くこの長安から逃がして差し上げねば、野心を抱く輩が陛下のおそばへ近づく前に。はい、お父様。私も陛下の定めを悲しく思っていました。精一杯力添えいたします。そう言ってくれるか。そなたを巻き込んだことは心苦しいが、わしは陛下に己を重ねているのかもしれぬ。董卓に拘束され仕え続けた自分自身を。陛下を追いたわしく思う気持ち、それは私も同じです、お父様。さあ参りましょう。悲しい定めから陛下をお救いするために。陛下は玉座の間に合わせようだ。何としてもお連れするな。この命に代えても守ってみせましょう、陛下も、お父様も。侵入者だ。見つかったか。いや違う、わしらではない。陛下の恩義を狙う侵入者がいる。玉座の前へ急ぎ、陛下をお守りすれば。ここは死んでも動くな。よしやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。扉の向こうにおられ、幸いにも無事でいらっしゃる。わしがここを死守する。そのために城外の敵を倒す、脱出路の確保を。やってくれるな。我が陣営も規制が上がろう。この先に追わすのか。隠し立てするなら容赦せんぞ。あなた方は陛下に逆する感じ。悲しいです。大
倒さねばなりません。メイ、引くことがそのまま負けではない。メイ、オア様、敵将討ち取りました。オア様、希望の光を。撃ち取りました。
この小猛徳が直々に相手をしてやる。さて、どんな感じでこっち見てやろうか。お前が相手だ。いいだろう。おう、貴様が最後だ。どうしていても何々の悪くない。巧みな言葉で惑わそうとしても無駄です。燃える魂、希望の光よ。私の心にしかと刻まれた。怖いお方でしょう。でも弱すぎだけでは何かを感じます。敵将を討ち取りました。お父上の必死に陣営にも良い影響が出ようと。希望の光よ。一つだけ忠告を。宝泉様は容赦のない愚かな。お父上のためにも命だけは大切に。戦場で武を競わん。いいか、お父様。帝という餌は明日の武将へ引き寄せる。だが最後に帝を手に最強の俺だ。させません。私の全てをかけてあなたを止めます。これ以上この方のお相手をなさるのですか。戦の中でもたおやかな女性がお好みとは存じ上げませんでした。今日が覚めた。行くぞ挑戦。彼女の養父王院殿は董卓殺害の罪に問われて殺された。おそらくわしらの姿を見て王院殿のことを思い出したのだろう。それであのような助け舟を。乱世は悲しみばかりを生むのですね。
この戦乱を終わりに導けるのなら、私はどんなことでもいたしましょう。たとえそれがどんなに辛い定めであったとしても。周りの音に耳を傾けてください。焦って大事な音を聞き逃してはなりません。